はい、皆さんこんにちは。今日は 2-9 の解説をしたいと思います。パーティー編成はこういう感じになっております。強い遠隔攻撃者をね、入れましょう。はい、それでは行ってみましょう。まずは先方を置きます。左からドローンが来ますので、はい、狙撃。はい、ここ連続で3体来るんですけども、これね、1人で倒せないときついですね。はい、ここ重装を置きます。目標地点に到着しました。スピードアップ。で、ここカタパルトを左向き置きます。はい、逆側も同じように狙撃いきましょう。はい、重装置きました。上にもね、重装を置きます。はい、こういう感じで4つをね、防ぎます。で、あと1人は、はい、アーミアをカタパルトの対角線、ここ右向きに置きます。はい、ドローンがね、来ます。ここスキル使っておきましょう。はい、ここね、結構硬いので、で、ぐるぐる回りますよ、ドローンたちが。で、攻撃もしてくるんですよね。はい、こういう感じで、こういう感じでね、攻撃されてます。で、攻撃が、してるのはクルースとジェシカですね、ここ。はい、こういうグムとかで、回復をね、させましょう。こういう感じで。はい、いきますよ。スキルいきましょうか、ここで。はい、一気にいきます、ここから。スキルいきましょう、全開で。はい、どんどん来ます。ドローン倒したら、あとはこの地上の敵だけなので、メランサとかでサポートしてもいいです。はい、狙撃を撤退させて、メランサとかですね。はい、まあ今入れてないので、このままね、ちょっと時間かかりますけども、行きます。はい、これでドローンがいなくなりました。はい、こういう感じでクリアとなります。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。